先進編の言葉をご紹介します単純に読みますと何か意味が分かりにくいんですけども少し掘り下げて考えてみますと弟子の市長が孔子に「どうしたら立派な人間になれるのですか?」というふうに答え どうしたら立派な人間になれるんですかというふうに尋ねましたそうすると孔子がおっしゃいました先人の知恵を学ぶこれ後を踏む。その辿った道を踏みしめていくことだとこういうふうに言ったわけですそうしないと質これは奥義ということになると思うんですけれどもそうしないとその奥義となる真の教え本質的なところにはたどり着くことはできないよとこういうふうに答えたわけです これを現代に置き換えるとどういうことか。独創とかオリジナリティ、この大切さについては言うまでもないと思います。ただ、その独創とかオリジナリティというのは基礎基本ですね。基礎基本がきちっとできていなければ、奥義にたどり着くことが難しいというふうに考えてみるのがよろしいかと思います。つまりどういうことかと言いますと、先人たちもです、ね、試行錯誤しながら、 そしてまた、さまざまな荒波もまれながら、道を極めてきたわけです。人間関係の。本質を探り当ててきたわけです。現代においてはテクノロジー、スキルといったものが重視される傾向にありますけれども。人間関係づくりとか人物収養、これにおいてはなおさら。優れた先人たちの言行、あるいは本。 あるいは実際にあなたの身の回りにいらっしゃる先輩方から学んでいく。このことこそが人間関係を良くする。まあそうした道につながる。道を極めるということになる。まあそうした稽古として受け止めるのが適切ではないかと思います。基礎基本がないとその応用はたどり着くことができません。応用が素晴らしいと思っていてもこの基礎基本を大事にする。 遠回りのようで実は近道、これは今も昔も変わらないことではないでしょうか。